さあ今回なんですけど、まさかなんですけど、お肉を送っていただきました。それがこちらですね。でこちらの豚さんなんですけども、茨城県は小美玉市道の口ファームの特別畜糞育成豚バンブーというらしいです。畜糞ってことなんで餌がどうも竹を使ってるらしくて、でなんかねミネラルが豊富で抗菌作用があるってことで、もともと豚肉って疲労回復効果のビタミン、ビタミン D が豊富なんですけども、それに加えてミネラル分も豊富ということで非常に体によろしい豚となっております。加えてですね、竹を使っていることで臭みも、少ない上に脂もとかお肉自体がすごくジューシーな仕上がりになっているということでございます。まあ、贅沢にこれ全部サムギョプサルにして食べたいと思います。まあこう見えても僕韓国焼肉店経営者の息子なので、このサムギョプサルの焼き方はもうお手の物ということで、ぜひとも僕も楽しむし見ていただく方にも楽しんでいただければいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。あとですね、この概要欄の方にこの豚さんについての詳細 URL 等貼ってありますので、ぜひとも見てみてください。絶対にこれ美味しいので、よかったら買ってください。よろしくお願いします。それでは次本編の方行ってみましょう。どうぞ。渋滞だね、画面が大渋滞だね。そうです、いただきます。やばい。疲れが吹っ飛ぶ。
アンニの塩辛ってさ、
さて、食べ進めてきましたが、ここで一個変わり種をね、いい感じで焼き上がったんじゃないですかね。なんか ASMR 界隈で流行ってるらしいですね、こういうやつが。僕素手なんで、素手派でいただきます。カロリー、まあ油で油打ち消してるから大丈夫か。これがラストですね。もう動画回し始めてから4時間近く経ってまして、さっきカラス鳴いてましたけど、食べますか。いただきます。ちょっとね、こうサンギャプサルとポッサムのアイノコみたいな感じで作った。チリ見て、うん、これで最後。大変美味しいございました。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。
いやー、案件とはいえ良かったのかな。僕ただうめうめってただ食べただけだったんだけど、これ宣伝になったんですかね。僕が食べて、あ、こんな美味しい豚肉食べたの久々だなって思えるくらい、ほんまに美味しい豚肉でした。このバンブーというブランド自体は割と新しめだったのかなのブランドなんですけど、本当にこれは今後来るんじゃねえかな、本当に、めちゃめちゃ美味しかったです。で、オープニングでも言ったんですけど、さっき URL から購入することができるので、ぜひとも豚肉ね、好きな方食べていただければと思います。豚肉好きな方にこそ食べてもらいたい豚肉でしたね。というわけで本日のご視聴いただきありがとうございました。この時間はドラクがお送りいたしました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。あったくしのよ、僕からは以上。